皆さんこんこにちは福本啓史と言います私は1988年から川崎でデザインを始め長く ZX シリーズなどのスーパースポーツ系のモデルを担当し2010年から2020年までの10年間川崎でデザイン部長を務めました。それでは 我々にととととって、Z、をデザインすするいいうことがどういうここがどなのかお話しします川崎にとって今年で誕生から50周年を迎える Z ブランドはその時代のネイキッドモーターサイクルを定義するメートル元気のようなものと捉えていて常にその時代の普遍的なモーターサイクルの在り方を再定義するつもりでデザインをクリエイトしています。 それは言い換えれば時代に左右されない美しさや存在感をトレンドとは別の視点で川崎そのものを表現することですそれには非常に大きな責任と喜びが常にあります Z のプロジェクトに関われることは川崎の中でも特に名誉なことですしデザインやデザインマネジメントに特に慎重さと 大胆さが要求されますまたよく誤解されるんですけども Z は機能よりデザインを優先していると思われているのではないかと感じることがあります。確かに忍者のレベルとは差がありますけども決してデザインで機能をスポイスすることは川崎の場合許されません。高い機能性とデザインの両立は 川崎のプロダクトフィロソフィーの大切な根幹ですし高い品質の維持も同時に求められます Z のデザインに惚れ込んで長く大切に所有してもらいたいそれが我々デザイナーの正直な思いですそれでは Z の成り立ちについてお話したいと思いますまあ現在の Z の始まりである 2003年に生まれた Z 線は実は最初は Z の名を鑑賞とする企画ではありませんでした当時マーケットにはスーパースポーツのカウリングを取り払っただけの SS ネイキッドといわれるカスタムが存在していましたそういったマーケットの思考に応えるモデルができないかという声が社内であったのは確かです 我々デザインチームはそういった方向性のスケッチを数多く検討して我々なりの仮説を立てた上でヨーロッパに飛び現地を見てそして現地の方々の声を聞いたんですけれどもこれは何か違うぞと非常に強い違和感と疑問を感じましたそしたそそててれれららの仮説を全て見直す必要に駆られました。 このままではダメだとプロジェクト自身も見直す必要があり限られた開発日程もあったのでそのまま現地にデザイナーが残りその違和感が何なのかデザイナーが自問自答し直感的にスケッチを書き直して日本に持ち帰ったスケッチが原点となりましたそしてそのデザインスケッチが申請 Z となるべきデザインと 社内で認められたことで Z 線は再生のスタートを切ったんです。当時は非常に勇気のいる決断でしたが、開発関係者も含めて皆がデザイナーを信じて支持してくれたのは非常に嬉しかったです。まあそれは単なる高性能なパフォーマンスネイキッドという存在ではなくて、まあそれ自身が斬新でシンプルな 美しさを持っている派生モデルやバリエーションモデルでもない唯一無二の完成されたデザインであることがそのまま初代 Z1 につながったからです。それでは Z のデザインフィロソフィーについてお話したいと思います。2014年に私は「凄み」をキーワードに川崎モーターサイクルのデザインを再定義しました。 これは別に川崎が全く新しく生まれ変わるために再定義したわけではなくてそれまで初代 Z 戦も含めて言葉ではなく我々川崎の人間に染み付いた不分立のようなもので黙っていてもそういった方向に誘導されたり違っていたら淘汰されたり承認されていったデザインの文化みたいなものを言葉にした結果がすごみでした。 実はそれまで川崎には決められて書かれたデザインフィロソフィーというものが存在しなかったのです。個々のモデルにはキーワードはあっても川崎モーターサイクル全体をデザイン自身を方向づけるフィロソフィーはその時々のデザインディレクターの中にのみありました。私はそれをデザイナー自身に深く根付かせるために みという言葉でで外に出したのです「す凄みデザイン」という言葉は、まあ、一部はメディアでセールスプロモーションの一部のように取り上げてもらっていますがデザインフィロソフィーであるみは「凄み」はこれはもう完全に川崎のデザイナーに向けてのものです。このみは「凄み」はいろんな捉え方があるようですが。 日本語の捉え方としては決してポジティブなものだけではありません怖さや冷たさといったネガティブな側面もありますしかし50年前に登場した Z1 がそうであったようにライバルに対する川崎のポジショニングをより鮮明にするためには非常に的を得た言葉でした そしてそれはデザイナーにとってはデザインする上で非常に良いインスピレーションを働かせることができたと同時にデザイナーの心の奥底に潜んでいる Z に対する情熱を引き出すことができる魔法のような言葉なんですこの凄みというデザインフィロソフィーに従って私がデザインを絞り込んでいく過程の判断基準は具体的にはまず顔立ちとプロポーションが 正観であること常にデザインに何か一つでも新しいチャレンジがあることそして一番大切なことが一目見て川崎だと分かることです特に最新の Z である Z のフラッグシップ ZH2 ではスーパーチャージャーのダクトをどう処理するのか社内で大きな議論がありましたともすれば レイキッドモデルのスタイリングデザインを台無ししかねないそれをフレームマウントのヘッドランプとギミックを配して機能に従った左右非対称とすることで結果的に Z のデザインフィロソフィーすみを非常に高いレベルで具現化することができました次にデザインプロセスについてです 川崎にとっての Z はデザインだけでなくまあその他のラインナップモデルの方向性にも非常に大きな影響を与えますこの大きな役割を果たすためには通常の開発スケジュールの中で消化しようとすると十分な検討はできないと考えていますですから Z では先進 C クラスのモデルチェンジに備えて小モデルではない我々川崎の社内に向けた コンセプトモデルを将来のデザイン研究という枠で作りますまあこれはスタイリングデザインだけでなく新技術やマテリアル CMF の新しいトライも盛り込んでチャレンジングなものですもちろん調査アイテムに使用することもありますけれどもまあその多くは我々デザイン部門がトライアンドエラーに使うだけでなく 開発や生産販売にかかるもの全員が同じ方向を向くために非常に重要な役割を果たすときがありますこのことは非常に重要で2003年のこの z 1 0 0の成功が引き金になってその後あらゆるメーカーから同様のコンセプトの競合者が登場しましたしかし川崎の Z は絶対に その先頭にいなければならない宿命を追っている以上川崎の Z に関わる人間すべてに強いパッションとモチベーションを持ってもらわなければいけないからですマーケットから期待されていることデザイナーがやろうとしていることまあ我々がやらなければならないことまあすべてを開発関係者全員に理解してもらうためには 非常ににに有効ででした次ののデザインの開発についてです現在デザイン開発の現場でもデジタルツールの活用は不可欠なものになり Z のデザインでも例外なくフルに活用しています構想段階でのデジタルモデルやそれを使った解析バーチャル空間でのデザイン検討など 早いい段階でで多くのの検討が可能になっているのは確かですしかしだからといって良いデザインになるわけではないのは当たり前です。デジタルツールのみで実写になったものは見る人所有する人に与えるエモーショナルな感情という点については少なくともモーターサイクルなどのモビリティの造形では、まあ、私は あり得ないと考えており、まあそれは経験上でも明らかです。私は常に原寸のクレイモデルでのサーフェイスのブラッシュアップや修正に時間をかけることが、まあデザインに魂を吹き込むには不可欠であると考えています。まあこれは Z1 が生まれてから50年間 Z をデザインすることへの情熱と同じく。 川崎デザインの変わらない伝統です一つ一つのすべての線は二つのサーフェイスの結果ですだからこそ川崎はプロポーションの同じレベルでサーフェイスを大切にしていますこれは非常に時間と手間のかかる作業ですが合理化と効率化の延長線上では絶対に人を感動させるものはできないと考えていますそして RS についてですパフォーマンスネイキッドである Z1000 のシリーズと並行して川崎は2017年に ZRS シリーズを作り出しました Z と ZRS は形や時代性が違ってもどちらもモーターサイクルの原点の形を追求しているという点では同じです ZRS の命はなんといってもティアドロップ型の燃料タンクです Z900RS の企画に入る前に我々は果たしてツインスパーのフレームでティアドロップ型の燃料タンクが成り立つのかという疑問が強くあってその可能性を検証するところから始めました。誰もが懐疑的になっていましたがデザイン上での検討を経て実写でそれを再現し設計部門生産技術部門の努力と微調整の結果 まあこれはなんとかなりそうだという感触をデザイン部門が得た時点で企画に号が出されました Z900RS は Z1 のテイストを現代のテクノロジーで表現したモデルですが同時にそれは今の時代では新しいものでもありますしかしよく見るとわかると思いますが Z1 とはヘッドパイプの高さやエンジンの存在感など ベースの部分が全く違いますですので視覚的なトリックとは言いませんが非常にきめ細かなデザイン面での工夫をあちこちに施すことで Z1 が持っている凛とした佇まいを醸し出すようにしています続く Z650RS も方向性は同じですがこちらはターゲット層のお客様を考慮して若干間口の広い スタンスのプロポーションとしています。まあこれら ZRS が原点となって、まあ初代 Z1 が辿ったような形態の変遷を期待する声もあるようですが、まあ、私自身はまあその役目はパフォーマンス Z の方にあるのではないかと思います。川崎の Z1 は50年を経た現在でもその輝きを失わず、多くの人々を 引きつけていますその Z1 を生み出したデザイナー多田,田さんは私を川崎先に迎え入れてくれた人でした、まあ、残念ながら多田,田さんはッ z の50歳の誕生日を見ずに昨年亡くなりましたが初代 Z1 はこれからも色あせることなく60年70年と時を刻んでいくのだと 思います、まあ、それには多田さんが Z1 にシンプルかつタイムレスな普遍的な美しさをこの Z1 に与えることができたからだと思います。まあ、これからも川崎の Z たちは多田さんの作り出した Z1 を川崎の究極の御神体として、まあ、それに恥じない進化をしていくのだと思います。多田さんがの デザインに注いだ情熱は今も川崎のデザイナーエンジニアの中に生きています時は変わっても変わらない川崎 Z-ISM これからも期待していてくださいありがとうございました